5月に入って宮内庁人事が発表されていましたね。それでまた女性教務官が依願免職されていたので、またパワハラか何かなと思ったのですが、どうやら違うようです。実はこの依願免職された女性はお茶の水から来ていた女性職員だったんです。名前は前田理智子さんで、もともとはお茶の水の職員でした。それが定型校進学制度とかで特別に来たんでしょうね。この女性はお茶の水でも結構いいポジションだったようですね。2018年の段階では企業戦略課課長でした。そこで総務や秘書や広報担当をしていました。だから結構内部情報には詳しい人ですね。この人を宮内庁職員として悪しめっ気が雇っていたわけです。完全に私的な人事ですね。通常ならいきなり外部の学校から来ませんよね。だから宮内庁職員ではなく特別職という感じで来ていたから給料も良かったんでしょうね。本人も入ったことがない赤坂御所に入れるだけでも武勇伝ではないけども、そういうのがあって引き受けたんでしょうね。つまりお茶の水は広報担当がいなくなって、悪島家が宿った職員の広報担当の言いなりで広報を引き継いだんでしょうね。だから一切お茶の水での情報が出てこなかったわけですね。でもお茶の水を卒業してこいつは用なしになったということで解雇をしたわけですね。まあ依願免職という形にしたのは、辞めさせられたよりも自分で辞めた形にした方が次の仕事に傷がつかないためなんでしょう。ちなみに新しく就任をしたのが徳良優子さんです。この女性は JICA の職員で、また特別職員ということで給料もいいんでしょう。実は昭島家の職員には以前も鈴木のり子さんがいましたね。この女性も JICA の元理事で、上皇后とも親交があった国連職員の緒方貞子さんの秘書を務めていた人物のようです。そして今回また JICA から公職教務官に就任をしたわけですね。完全に私的な人事ですね。この JICA とは昭島家もたびたび面会をして活動報告などを聞いています。まあいざとなったらここに就職をさせることは簡単でしょうね。ちなみにお茶の水の活動報告が笑っちゃいました。お茶の水女子中学校のホームページから活動報告が見られますが、2019年3月5日から3年間全然活動報告がなかったんですが、悠仁さまが卒業されてから5回も活動報告がありました。3年間活動報告がストップをしていたのに、悠仁さまが卒業と同時に一気に活動報告がされていますね。よほど悠仁さまが鬱陶しい存在だったんでしょう。筑波大附属高校も悠仁さまが来たことで色々と報道ができなくなるかもしれませんね。まあ今後高校生活がどう報道されるのか、ちょっと様子見ですね。ちなみにニューヨークの方では小室圭のことも日刊現代に2回不合格で能力に懐疑的な声もということで書かれていましたね。まあ普通だったら解雇ですが、3回目の挑戦を発表したことでビザの抽選は当たったのではないかということですね。ニューヨークの司法試験は現地の大学生だったら一発合格が当たり前のようですね。それが2回も不合格になったことで奨学金全額免除を獲得した小室圭の能力に懐疑的ということですね。ただ小室圭の情報がまた出ていましたが、どうも小室圭が SEC という発表がされていましたよね。基本的に SEC って何のことかさっぱりわからなかったので調べてみました。 SEC というのはかなり重要なポジションで、米国の市場監視機関で日本でいうところの証券取引委員会のメンバーってことですね。単なるパシリがめちゃくちゃ重要なポストについているってことですね。このポジションは企業の不正会計やインサイダー取引とかを防ぐために活動している人たちです。そこに小室圭なんてありえませんよね。ではなぜ小室圭がそんな重要なポストになったのか気になりますよね。理由は一つだと思います。それはビザの問題をクリアするためだと思います。なぜかというと、今の小室圭の法務助手ではビザが取得できないわけです。実は H&B ビザを取得をするには特殊技能職をアピールする必要があります。でも法務助手では厳しいんです。実際にこれまでに法務助手で申請をして却下をされたけども、後に申請が通ったケースがあったようですが、それは裁判所での事務的なことで弁護士資格がある人の例だったようです。だから弁護士資格もないのに法律事務所で法務助手をしていると言ってもビザの審査で落とされてしまうわけですね。いくら抽選で当たってもビザの審査で落とされてしまいます。ただ SEC というすごく重要なポジションを任されているということであれば話は別です。おそらく本当に SEC という重要なポジションを任されているのであればビザの審査も通過するでしょう。でもアメリカの移民局は日本の報道で言われている小室圭の仕事が弁当の受け取りやコピーや郵便物の受け取り業務ということを知ったらビザの申請には落ちるかもしれませんね。だから多くの人がアメリカの移民局に通報したらビザの申請も落ちる可能性があります。まあこの SEC の情報を大手メディアが報道すれば移民局にも通報されるかもしれませんね。アメリカやイギリスの放送協会も質問状を送っても何も返答が来ていないみたいだし、ぜひここも突っ込んでもらいたいですね。なんで弁当の受け取りとか雑用しかしてないやつがそんな重要なポジションにつけるんだと訴えてほしいですね。一応 H&B ビザの条件としたら3つの要件でいずれかを満たしていれば OK のようです。その技能について州のライセンスが必要である場合にはライセンスを有していることです。これは法律事務所だから通常は弁護士資格ですが、 LLM コースを卒業だからその資格だけでいけるかどうかが疑問ですね。またその技能の領域で学士号相当以上の学歴を保有することということですが、これも放送協会から疑問視されているので微妙ですね。
それで最後には、その技能について、学士号と同等以上の経験を有し、かつその技能に関する申請者の地位によって高い技能を有することが客観的に認識できることとなっています。この客観的に認識をできるポジションが SEC であって、安心をしてビザの申請が通るためにこのポジションを与えた可能性がありますね。まあそこまでして小室圭を雇い続ける裏にはものすごい忖度がありそうですね。やはりドイツが報道したように日本政府がサンドラーに仕事を与えているんですかね。まあそれにしてもビザの抽選が当たっていなければ SEC なんて役職を与えないから、やはりビザの抽選は当たったんでしょうね。5月の帰国説もそれだったらなさそうですが、どうなんですかね。一応日本の方ではオークウッドレジデンスも5月以降は予約が取れないみたいだし、しかもニューヨークの小室夫妻が住んでるマンションも5月にいくつかの待機予定の部屋があるようですからね。おそらくこの待機予定の部屋は小室夫妻で間違いないでしょう。数部屋が同じ時期に引っ越していることで、小室夫妻と警備を担当している日本の警察官2名でしょうからね。ただこれがもし帰国でないとすると引っ越しですかね。日本のオークウッドは一応押さえておいてということで、ニューヨークの方は小室圭が SEC に昇進をしたということで給料も上がったから引っ越しをして大きな家に住むかもしれませんね。ニュースポスト7では帰国をして小室圭さんのマンションに住むかもとか書かれていましたが、それはないですからね。あっても家が大きくなって住むでしょうからね。 SEC の役職に関してはどう考えてもおかしいですね。ちなみに小室圭に関しては、アサゲープラスが仰天プランということで、司法試験に合格をしていたら、宇多田ヒカルさんと極秘会食が約束されていたようですね。マクさんがニューヨークに親しい知人がいないことから、ニューヨーク総領事経由で宇多田ヒカルさんにアポを取り付けていたようです。宇多田ヒカルさんもメディアとの距離感を持っていて、相談相手としてはいいのではないかということですね。ただ小室圭が司法試験に不合格になったことで、当面は棚上げになったようです。眞子さんの体調不良とかもそうですが、こういったリークの情報は領事館サイドから漏れているようですね。まあ美味しい思いをしているのは領事館長ぐらいで、他の職員はいい迷惑をしているだけでしょうからね。まあ眞子さんの通院がどういう目的なのかですね。本当に妊娠なのか、ビザを取得するために病気ではないですよというアピールの診断書が目的なのか分かりませんね。一時帰国をするとしたらゴールデンウィークが明けたぐらいに帰国をするのではと見られているようです。まあ司法試験を受けるにしても帰国をする可能性はあるかもしれませんね。どうせニューヨークにいても使い物にならないし、会社としたら何ヶ月でも休んでいいよというスタンスでしょうからね。まあそれにしてもいろんな情報が出てきますね。ただ小室夫妻も週刊誌を見ているのか、対抗しているかのような動きをしていますね。もう離婚かとか報道されたら仲良さそうに手つなぎデートの写真を撮らしたんでしょうね。さらに眞子さんのキャロライン・ケネディさんに会いに行ったけども、メトロポリタンは断られたんじゃないかとかも言われていましたよね。それで対抗するようにカーペンター氏と一緒にクレジットが掲載されましたよね。今度は週刊誌というか、就労ビザないよねと突っ込まれて、ボランティアをアピールしていましたよね。さらにデイリーメールが仕事に行く風景を撮影していましたが、実は隣のマンションにあることがバレたんですよね。まあこれも隣のマンションに住んでいて別居かとかも言われていましたけどね。それで今度は小室圭が弁当のパシリと報道されて、 SEC っていう重要なポジションについているよって文章を公開したわけですね。もうめちゃくちゃですね。メディアも突っ込んでもらいたいですね。弁護資格もないお前がなんで重要なポジションにいるんだとか言ってもらいたいですね。明らかにおかしすぎますね。これまでどれぐらいの不正なお金が流れたんでしょうね。もう週刊誌やメディアには徹底的に小室夫妻や悪島家を追い詰めてもらいたいですね。悪いことをした人たちはみんな逮捕してもらいたいです。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えておこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。